ジアムです。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズ、その試合の模様をファンの皆さんにお届けいたします。お隣には田尾康一さん、黒瀬智弘さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてリポートしてくれるのがこの二人です。はい、私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。頑張ります。はい、お願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。さあ、カープの先発ピッチャー小松、ライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、ライオンズの攻撃、トップバッターは1番片岡。出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。さあ、ライオン、今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。今日の第1球、その初球ボールになりました。この球は入りません。マウンドは先発ピッチャー小松。低めの球、ワンエンドワン。昨シーズンの成績出ていましたが、2割8分7厘のアベレージ、そして打点の数46となっています。バッター見送りました。カウント1エンド2。片岡、5年目のシーズンとなりました。さあ、バッター有利か。さあ、この打球は、これは三遊間だ。ランナーが出る。さあ、ノーアウト。今のはどうでしたでしょう、カオさん。今のまっすぐでは抑えるのは難しいと思いますよ。ああ、なるほど、その球を打たれました。さあ、打順は2番に回ってきます。栗山、左のバッターボックスに入りました。初回いきなりヒットを打たれています。まず大きく外れてボールになりました。ノーワンです。栗山、今年で8回目のシーズンとなりました。第2球、ここは送りバント。取った。二塁はフォースアウト。ファーストゴロに終わりました。これはスライダー、バッテリー外してきます。次が4球目。あっと、見送った。外のボール、見送って三振です。そして次のバッターとなります中村、1回の表ツーアウトです。ツーアウトになっています。最初はシュートを持ってきました。ワンストライクノーボール。中村、8度目のシーズンを迎えています。さあ、次はどう攻めるか。外への変化球、外れました。ワンストライクワンボール。昨シーズンの成績出ていましたが、2割4分4厘のアベレージ。さあ、これはいい当たり。さあ、打球は三遊間へ。抑えた。アウト。これで3アウト。1回の表が終了。ライオン0点で攻撃を終了しました。そしてライオンズの先発ピッチャー涌井、カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、カープの攻撃、先頭のバッター東出、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割1分。第1球、低めのボールを打って、ガーッと弾いた。これをカバー、ショートへの内野安打になりました。そして打順が変わり、赤松、1回の裏ノーアウトです。
きなりヒットのランナーを許しています。1回の裏ストレート落ちました。打球はセンターへ、取ってワンアウトになりました。センターフライに終わりました。ワンアウトになって次のバッターになります。甘利、左打席に入っています。この回はワンアウトになっています。どこから狙うか、高めから入りました。ワンストライク。甘利、今年で8回目のシーズンとなりました。2投目は低めいっぱい決まった。ツーストライクです。三球三振、空振り。さあもう一度見てみましょう。アウトが一つ増えて次のバッターです。栗原、右のバッターボックスに入っています。昨シーズンの成績出ていましたが、3割3分2厘のアベレージ、そして本塁打の数は23となっています。まずは見送りました。いいところへ決めてきます。ツーアウトになっています。2球目はどうか。ここはスライダーできました。これは釣り玉、引っかかりません。栗原、今年で10年選手の仲間入りをしています。これはカーブでしょうか。カウント2エンド1。次の4球目、スリーアウトチェンジ、ボールの球、スイングアウトの三振です。1回の裏を終了、カープ得点はありませんでした。2回の表、ライオンズの攻撃、先頭のバッター石井義人、今日最初のバッターボックスです。石井義人、今年で13回目のシーズンとなりました。初球はどうか。初球から低めを攻めています。ワンストライク、ノーボール。攻撃中のライオンズ、先ほどの回は残塁が1、結局無得点に終わりました。低め落ちました。左へ、これでワンアウト。サードフライに終わりました。そして次の6番 GG さん、右のバッターボックスに入りました。ワンアウトになっています。最初のボール外れました。バッテリー1球外してきました。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割飛んで2厘のアベレージ、そして放った本塁打の数も21となっています。わっと変化球を続けました。GG 佐藤、6回目のシーズンを迎えています。見送った、ボールカウントノースリー。今日最初のバッターボックスに入っています。このボールは今度はストレートを持ってきました。ここでストライクが入りました。両チーム無得点のまま2回に入っています。今度は変化球、フルカウント2-3。さあ待望のランナーがフォアボール出ました。そうですね、これを足掛かりにしていきたいですね。はい、ゲームが大きく動いていくんでしょうか。さあ自分のバッティングをアピールしたい、まあ、プロは毎日が勝負ですからね。自分の打撃をアピールしたいですね。そうですね、一軍で活躍するには積極的にいかないといけませんからね。結果を出してアピールしたいですよね。初球シュートから入りました。ワンボールです。今日最初のバッターボックスです。2投目、低めの球ストライク、平行カウント1エンド1。
先ほど去年の成績が紹介されて送ってきました。取って一塁送球。ここは確実にランナーを進めました。ツーアウトになりました。そして次のバッターを迎えます、銀次郎。ここは先制できる場面になります。ライオン送りバントでランナーは二塁に進んでいます。どこから攻めるか。初球は手を出しません。この球は枠に入りません。銀次郎、早くもプロに入って4年目のシーズンとなりました。2投目はまっすぐで決めました。ワンエンドワン。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが2割にも達していません。変化球ストーンと落ちてきました。ワンエンドツーです。ここまでは両チームともにヒットは1本となっています。さあバッターちょっと有利か。ここはショートゴロ、転がしてしまいました。取って一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。さあカーブ、この後 DH から始まります。2回の裏、カープの攻撃開始します。この回の先頭マクレーン、今日の第一打席に入りました。ノーアウトランナーありません。さあタオさん、カープはどうすればいいですか。やっぱり先制したち低いボール、ショートへの打球取りました。一塁へ送ります。一塁、これは余裕でアウト。ショートゴロに終わりました。打順は次に変わります。広瀬、2回裏ワンアウト。まずはワンアウトにしています。打っていった、センターへ。前に突っ込む、ワンバウンド、ワンバウンドした、ヒットになった。ここで先制のランナーが塁に出る。センターへのヒットが出ました。そして次のバッターとなります国保、2回目がワンアウト。このゲームの最初の打席になります。まずスライダーを持ってきました。カウントワンストライクノーボールです。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。さあ2球目、アウトランナースタートしました。変化しました。打球のラインでは左に切れるか。一塁に送ります。一塁アウト。しかしランナーは二塁へ。サードゴロに終わっています。ツーアウトになって次のバッターです、石原。今日最初のバッターボックスです。ツーアウトになっています。第1球、まず低め、膝元をついてきました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。昨シーズンの成績出ていましたが2割6分5厘のアベレージ、そしてホームランの数は9となっています。外へのボールは入りません。ワンエンドワンです。さあ今日の第1打席です。次が3球目、アウトコース、ワンストライクツーボール。石原、すでにプロ入りからは8年目という今シーズンです。変化球でしょうか。決まりました。カウント2エンド2。さあ何を見せるか。浮かされました。どうやら先制点は入りそうにありません。カットボールだったんですけどね、引っ掛けましたね。さあライオン、この後9番から始まります。3回の表、ライオンズの攻撃、9番からの打順になります。大崎、打席に入ります。両チームまだ得点はありません。どこに出てくるんでしょうか。初球インコース、ワンストライクです。真っ赤に染まった松田ズームズームスタジアム広島から実況生中継でお送りしています。ここはカーブできました。これは全く手が出ません。さあ次のサインは落ちるボール、打ちました。高いバウンドになりました。キャッチャーを抑えた。一塁へ、アウト。一塁はアウト。キャッチャーゴロに倒れました。ここで打順が一巡します。片岡、初球はどうか。
って低い打球になりました。セカンドが抑えます。一塁送ります。一塁アウト。セカンドゴロに終わっています。そして次も2番栗山。第1球は最初はストライク。まっすぐはですね、必ずまっすぐ来るとは限りませんからね。ですね。初回の第1打席ファーストゴロに終わっています。痛烈な当たり、打ち上げてライトです。追っていきます。さあヒットになります。さあバッターランナーは一塁を回ります。さあ連携プレー見せるか。ツーベースヒット、ライトオーバーのツーベースヒットになりました。さあランナーが出ました。中島先制のチャンスで打順が回ってきました。さあライオンライトへのツーベースヒットでランナーを出しました。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクノーボール。2回目の打席はどうでしょうか。今度はスライダーを持ってきました。ワンストライクワンボール。初回の1打席目見逃しの三振に倒れています。これも痛烈な当たり、三塁線の当たりはファウルになりました。打ちました。ファウルになります。外2エンド2になっています。変化球は外れています。それにしてもね、バッターよく我慢してますよ。はい、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。最後はバットに当てさせませんでした。3回の表が終了。第4打得点はなりませんでした。3回の裏カープの攻撃、先頭バッターは9番豊見。攻撃中のカープ、前の攻撃は残塁1、そして得点には至りませんでした。最初は低めに持ってきました。いいところへ決めてきます。今日最初のバッターボックスです。2球目はどうでしょう。変化球外れました。ここはバットを出しません。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割2分6厘のアベル、そして打点数強い当たり、左へ持っていったがどうだ、際どい打球、フェンスを越えていきました。先制のホームラン、入ったホームラン、ランニングマツダズームズームスタジアム広島、レフトスタンドに消えていきました。3回の裏先制のホームランが出ました。5番からホームランでリードを取ります。そして先制のホームイン1対0。そして大歓声の中ベンチで出迎えます。それにしてもあっという間にスタンドまで届きました。1点先制します。さあゲームが動きました。これで打者一巡となります東出。さあカープ、さあ先制となるホームランが出ています。まっすぐを打って、今のは差し込まれましたよ。アンアウトです。ピッチャーフライに終わりました。そしてバッターは2番高松、今日2回目のバッターボックス。初球高めに来ました。ワンストライクです。この回はワンアウトになっています。これはスライダーで決めました。ボールカウント2ストライク。決まった。3球三振、3球で蹴りをつけました。